台湾の味するでも。今日はですね、お菓子を7つ用意しました。いろいろあるんですけど、まあ、どうしよう。これから行こうかな。なんだろう。はいはいはい。ちょっと開けてみます。あ、でも美味しそうな匂いする。懐かしい。子供の時食べなかった。こういうのジャムせんべいみたいなさ。ジャムせんべいてか美味しいんだけどこれなんか甘さと塩加減と後から来る胡椒のちょっとピリッとした感じが結構絶妙。全然イメージしてなかった。まさか一発目からまさかの一番美味しいものが。初っ端から結構美味しくてやばい。たまらん。次どうしようかな。これも結構ね美味しいんじゃないかと。それは間違いない。ちなみに最初に食べたのはそれだった。台湾の味する。でもいやそうだよね。そう思うよね。日本になくないこの味。なんなんだろうねこれ。一応ニンニクの絵が書いてあるでしょ。なんかちょっと違くない。でもこの文字が何なんだろう。この緑マントウスって何なんだろう。多分それの形のことなんじゃないかな。あ、ねじってるってこと。多分。え、ちょっとあそこをちゃんと調べてなかったわ。ちょっと今度聞いてみる台湾の友達に。おつまみだね。ビールの。合うね完全に。うんうん、次はですね、これかな。あー、はいはいはい。ビスケットって書いてあるね。これ、台湾の方がバイバイってお祈りする時に神様に捧げるものっていうのかな。の定番のお菓子。あ、だからこうなんか感じがちょっと高貴な感じだよねそう。あ、美味しそうじゃん。ちょっといただきます、はい。定番の味ですよ。なんだろう、甘くないし、しょっぱくないけど、日本にこの食感ないね。4つ目か。ちょっとこれ、もう中身がね、非常に謎なんですよね。ここにね、こう、緑の丸が点々点って3つあるんだけど、これがサヤエンドウかな、みたいな。マジで未知だし、この絵のおじさんも何って感じ。しかもこの余白何これ、エリカのとか名前書く感じ確かになんかあ、でもそれもちなみに神様に捧げる時の定番のもの。え、そうなんだ。赤い文字書いてあるじゃん、その余白の上にさ。うんうん。それグワイグワイって言うんだけど、いい子いい子にっていう意味で。へー、あ、全然イメージと違った。じゃあまあ食べてもらって。匂いはどうですか。匂いする。マジか。うん、結構美味しくない。普通に普通に美味しい。なんかちょっとでもヘルシーな味するね。ココナッツオイルが使われてるだけで。日本だとココナッツオイルブームすごかったから、健康のためにみたいな。意外と女子受けいいお菓子かも。あー、なるほどなるほど。このね、余白がやっぱね気になるから、あと名前書いてね、保存しておきます。名前書くのかもしれないね。でもちょっとありそうそれはあと残ってるのはこのね、ポテチ。まあこれは味がね、イメージつくのよね、ポテチはね。あ、逆に？はいはいはい。味がっていうか、まあほら、何かがわかる。やばいのはここなんですよねなんでやばい。え、しかもこれとか、この謎の手相の絵とか、ちょっとそっちっぽいなみたいなえ、それ全然意識してなかった。これ何？これどうやって遊ぶのこれ。それは知らない。え、これしかも、このまま食べんのこれ。そう、砕いて。これ今こう砕いた方がいいんだよね。うんうん。なんか匂いはしない。ん、なんかあんま味しない。やっぱ全部入れた方がいいのかな。一回振ります。普通に美味しくない。うん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 。塩コショウ強くて結構強いね。ちゃんと振り切れてないのかもしれないけど。かも。袋ちっちゃいもん。うんうん、美味しい。美味しいよね。これもなんかおつまみに良さそうだし、チャーハンとかに入れたら美味しそうな味する。なるほどね。味付け代わりにチャーハンにね。そう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 。美味しいけど、この手相で遊ぶのがちょっと気になるねそれも知らんわ。化学麺って書いても名前が怪しいもんね添加物満載の麺ですみたいなその分美味しいですか。まあだから、ある意味絶対に美味しいやつ。そうそう、ある意味。こっちの方が想像つきそうなの。こっちからいきます。え、ちなみにじゃあそれ何の味だと思う。え、これラーメン書いてあるよねこれラーメン。あ、ラーメンじゃないのこれ。なんだろう、ラーメンじゃない。それ何だと思う。卵乗ってる。そう。え、そう言われたらすごい怪しい物体に見えてきたんだけど。それ何だと思う。ちなみに日本にはないです、それ。え、
野菜全然わかんない。牡蠣のオムレツ。あ、牡蠣オムレツ。そっちでさ食べ損ねちゃって、こういうやつなんだ。そうそうそう、それが牡蠣オムレツ。へえ、あ、ちょっとなんか美味しそうじゃない。あ、知ってるんだ。嫌いじゃないか。あ、なるほどなるほど。入ってる量が少な袋の半分、こんくらいしかないですよ。いただきます。あ、ちゃんと牡蠣の味する。あ、本当。うん、味わかるんだ、うん、それ感じたことないわ、すげえ。一口食べたら鼻から牡蠣の香りした。なんかそのオレンジの味するよくわかんないけど、そうそう、感覚的にオレンジっぽい味するやっぱり見た目通り美味しくて安心した。うんうんうん、ポテチはそれ本当に美味しい。それちなみに何だと思う？豆とピーナッツの甘く煮たみたいな。ああ、でもうんうん、まあまあまあ、そうだねそうだね。ピーナッツの匂い。ちなみにピーナッツがあまり得意ではなくてですね。そうなんだ。すごいこのスプーン、なんか意外と長く、すごくない？これ確かにこの高さちゃんとあるあ、すごいね。何かおかゆ、何、豆全部絶対肌にいい感じの食材が、はい、いただきます。日本でも台湾中国系のお茶屋に行くとこういうデザートあるよね。日本にはやっぱない味してるなんか思ったんだけど、全体的に甘みが似てる、例えば日本だったら添加物が日本ってすごいからバリエーションあるようにしてるんだなって、ちょっとなんかこう台湾のものを食べて改めて思ったというか。え、じゃあ台湾のものは どんな感じなの？台湾のものって本当に全部台湾の味してるこのお砂糖のコクがある感じっていうのかな、なんかそれがこう台湾の共通した甘みかなみたいな。自分で白玉とか入れたい、お餅とかそういうの。あと意外とこれちゃんと冷やして上にアイスとか入れて日本の女子は喜んで食べると思う。なるほどね。ちょっと美容系のネームとかつけちゃったら売れる